作った。 この後のディズニージュニアは解決チームチキン、待っててね。ディズニージュニアお誕生日アルバム、詳しくは公式サイトまで。キャットボーイ、アレタ、ゲッコー、ゲッコー、進めキャットカー。悪い奴らが現れたよ。頼むぜキャットボーイ、すぐに来てくれ。光のようなすごいスピード、キャットカーで街を飛ばすんだ。頼りになるこの車、シートベルト締めたら出動だ。誰よりも早く駆けつけるのさ、待ってろ悪者、さあ覚悟しろ。いけキャットボーイ、仲間たちと君がみんなのリーダーだ。いけキャットカー、風を吹いて夜を駆け抜けて街を救え。よし、無制限の見事な攻撃を、ナイト忍者の手裏剣も、ルナガールのビームだって、キャットカーが街を救う。ローギア、タイヤ、オーケー、悪者倒しに行くぞ。セカンドギア、エンジン、ギュー、地面を焦がすぞ。さあギア、スピードアップ、ドギア、サツーパースデー。いってキャットボーイ、仲間たちと君がみんなのリーダーだ。いってキャットカー、風を切って夜を駆け抜けて、スピードを上げて街を救え。スーツでゴーゴー、パジャマスク任務成功。私は今もマドリガル大丈夫見守ってるよ、影からその輝きを。だけど私は
それじゃあ解決チームチキン始まるよ。ディズニージュニア、オッケー。男性を呼べばやってくるチームチキン、コケココ。とっても勇敢なチキンたち、チームチキン、コケココ。どんな問題だってみんなのために解決。強くて賢いスウィーティー、優しい発明家クープ、足が速い生かした髪のリトルブー。チームを見守るタリー隊長、コケココ。この声がしたらチームチキンの登場。チームチキンにお任せを、コケココ。出動チームチキン。起きてリトルブー。クープ、新しい発明品なんだ。ぐんぐん望遠鏡、